今日午前、福岡県大牟田市では三河ポンプ場の建て替え工事の起工式が開かれ関義孝市長など関係者およそ50人が参加しました2020年7月の豪雨では三河ポンプ場が浸水して排水ができなくなり被害が拡大しましたこのため市は今後の豪雨災害に備えておよそ39億円をかけてポンプ場を建て替えることを決めました 新しいポンプ場は排水能力を現在の1.2倍に向上させるほか、防水扉の設置など浸水対策も強化します。今回ポンプ設機械電気設備がつかうことなくですね運転し続ける状態のポンプ場を作りますので、一定程度の浸水緩和が図られると考えております。新しい三河ポンプ場は旧ポンプ場の隣に、2026年度に完成する予定です。